でも光る変だった、まあ、変わってたと思うんですよ、だって明らかに。だってそのなんか道徳の時間でもいじめといじめられてどっちが悪いみたいな話だったんで、それでなんかいじめた側について勝利に導いたっていう話聞きましたよね。あるんですよ、道徳の時間にいじめはいいのか悪いのかみたいな、もう40人いたんですよ、クラスメート、はいはいはい、38対2で俺2に回ったんですよ、いじめ肯定なんか2人やったんですよ。まあでもそうっすよ、小学生その一人にもう一人マジ全く喋れないんですよ。お前なんでここで入ったらいいんだけど、そこからもう2対38の議論が始まる。無理やろ、はい、38でもみんな喋れないのか。そうだっすよ。勝ったんすか。勝ったな。ボロ勝ち。それさ、何かって言ってたらやっぱさ、38人だからさ、みんながみんな多分反対なわけじゃないじゃん。なんかみんな上げてるから上げようとか、上げるから勝っちゃうからね、多分ね。そっちの方がいいんじゃねみたいな。その時俺が使った戦闘がめちゃくちゃずる賢くて、とんでもない先輩だった、俺が使った戦闘が、うん、そもそも38人いじめ反対だけど、いじめしたやつ俺知っとるで。あー、嫌な勝負。ちなみにさ、いじめを見てみぬふりすることはいじめなのかどうかまず決めませんかって。それがいじめないとしたら、まあ、多分ここのみんなほとんどいじめとんじゃない。うわー、それ大人でも言われたらちょっとうってなっちゃうよね。まあ、先生とかどうするのそれ。そうそうそう、言われて、そうそうそう、先生は掲げていくわ。まあ、まあまあまあ、そういう件もあるよね。うん、先生も内心ビビってんの。こいつなんだろう。なんですよ、小学生それは。精神年齢が高かったと思うよ、多分。あるし、なんかひねくれてるというか、なんかの、はいはい、普通の人は気づかない矛盾点とかを指摘するみたいな。あ、これどうなのっていうのをいちいち指摘していくみたいな。なるほどね。大人が突っ込んでほしくない部分あるじゃないですか。あ、あるね。ここ聞くなよみたいな、はいはい、ここ突っ込んでいくみたいな。そういうとこだとね、うん、そこから変わっていくんだね。そういう子はあんまいないですもん。いない、確かに。周りにいなかったですよ、こんなやつ。だから多分自分が気になったこと、疑問に思ったことは全部口に出して言うっていうところが多分変わってたんですよ。素直だったんだね。多分みんな心に抱いてそれを言わないじゃないですか。で、僕は絶対言うんですよ。納得したら、まあ、引き下がるんですけど、納得したらとことんまで詰めていくんです。なるほど。で、これはこうなんでないですかみたいな。理論おかしいでしょ。論理がないです、そこに。論理を求める証拠。すごいな。じゃあこういう声です、どうなんですかみたいな。これじゃあ矛盾してますよねみたいな。どうなんですかみたいなことをどん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 詰めていったら、向こうが何も言えなくなって、結局勝っちゃうんですよ、こっち。破砕して勝つというか、なんか向こうが何も言えなくなって終わっちゃうんで、まあ、結局大したことないよね。結局言うこと楽しいじゃんっていう、こう自分の自信がない。そうなんです、そうなんです。結局それで、なんていうか、どん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 膨れ上がっていっちゃうんですよ。膨れ上がっていっちゃった結果が。膨れ上がっていっちゃうんですよ。で、漫画読んでるんで、漫画みたいな展開が現実も起こるって半分思ってるんですよ。ああ、なるほど。だからそれが正しいことだと思ってるわけですよ。はいはいはい。厄介ですよ、そこがもう。